飛べ、合流なら反対不利も。北山博光が滝沢秀明と交わした、すぐに飛んでいきます、の約束。ジャニーズグループ、キスマイフト2の冠無理番組、キスマイ超ビュー制空、フジテレビ系が8月をもって終了することを、7月20日の放送でメンバーから発表された。 9月からはキス前による新携帯番組がスタートするそうだが、8月31日にグループ脱退、ジャニーズ事務所を退社する北山博光は不在。2011年の CD デビューから12年間、かけることがなかった7人組だったが、6人でのリスタートを余儀なくされる。グループ最年長でメンバーをまとめるリーダー的存在だった北山。 脱退後の進路として、まことしやかに囁かれるのが、タッキーこと滝沢秀明氏が3月に立ち上げた新事務所、戸部への合流。すでに元 V6 の三宅県、元キングプリンスへの平野仕様と神宮寺優太、そして元 JR グループ、インパクトオーズ、が、イムップとグループ名を変更して合流を果たすなど、すっかりやめじゃにの受け皿となりつつある、戸部 北山も平野らと同様に、クラックを共にしたメンバーと他元を分けてまでもタッキーズ事務所に入りたいというのだろうか。結成からデリューまで6年間の下積みを要したクローニングループのキスマイ。中でも25歳10ヶ月と遅咲きだった北山だけに、当初から絶対に売れてやるという強い気持ちがひしひしと伝わってきました。 とは、アイドル誌でインタビュー取材に立ち会ってきた編集者。長いものに巻かれるタイプ、スマップ育ての親でキスマイも担当したアイマネージャーや、それこそ番組でよく絡んでいた中井正宏さん。それに、ジャニーズ内だけでなく、演者やスタッフさんまで業界の大人たちに可愛がられる、意地悪ない言い方をすれば長いものに巻かれることを心得ていましたね、ショー そんな北山と共に人気グループに成長したキスマイだが、愛女子の退社によってピンチを迎える。いわゆる愛派と目されてきた彼らだけに、干されるのではないか、退場するのではないか、などの噂が飛び交うことも、ファンも焼きもきする時間が続いていた最中の2018年、デビュー7周年を迎えた年に、一つの決断が下される。 ジャニーズグループとして初めて埼玉県の西武ドーム、ゲンベルーナドーム、当時はメットライフドームでコンサートが開かれた7月のこと。最終日を迎えた7月16日、最後にステージ挨拶をしたのが北山だった。7周年を迎えることができたのもファンの皆さん、スタッフの皆さん。たどればジャニーさんのメリーさんとジュリーさんのおかげでもあります。 デビューから支えてくれたファンやスタッフ、そして生みの親であるジャニー北川さん、そしてメリー北川さんと藤島ジュリー恵子社長、当時は副社長、ラ親子の名前を口にした北山に、ドーム内のファンからは驚きの声も上がったのだ。3番人以上のファンの前で誓った中世、ジャニーズ事情に詳しい芸能ライターが解説する。 愛さんを大社に追い込んだとされるメリンさん、そして社長の座を争ったとされるジュリー氏は、いわば親の仇のような存在と見る風潮もありました。メンバーが彼女たちの名前を公に出したのは、この時がおそらくは初めてのことで、しかもおかげときた。10周年の節目でもない7周年に西武ドームという大きな箱が用意されたのも、 この挨拶で納得しましたし、その感謝の意として3番人以上のファンの前で忠誠を誓って見せたのだと思います。グループ存続のためには、当時はこれがベストと判断したのでしょう。控えた10周年をメンバーやファンと迎えるためにも、そして芸能界で生き残っていくためにも、ジャニーズで権力を持つであろうジュリー派に巻かれることを選んだのもやむなしというわけか。 そんな北山だからか今度は勢力拡大しつつある飛べにまかれに行ったのではないか、と。滝沢氏が解除した同時期にジャニーズ側との話し合いを始めたとも言いますし、メンバーやファンを置いてけぼりにした決断ではないか、と。中には裏切られたと捉えるファンも少なくはないみたいで、仮に飛べ。 合流が現実になれば、そんな風緑のような態度をとる彼に愛想を人化してのタンフリも増えてくる可能性もありそう。前で芸能ライター。 タッキーと交わしていた約束、人気絶頂期にある元金プリの平野や神宮寺、または手のイムップ、ならともなく、9月で38歳を迎える北山が新規ファンを開拓することはお世辞にも簡単とは言えないだろう。現在のファンを大切にする方が現実的に思えるが、 それでもタッキーとの約束を果たしたかったのでしょう。とはスポーツ紙ジャニーズ担当記者の、ベン。愛女子や中井正宏、そしてジュリー社長にまかれる以前に、誰よりも先に北山に目をかけていたのが滝沢氏なのだとか。同志がジャニーさんの後継ぎ者になるべく、タレント活動を引退した2018年12月に放送された日本放送。 タッキーの滝沢電波城、最後のゲストとして呼ばれたのも北山だった。二人の交友はタッキーが最年少で座長を務めた2004年のミュージカルドリームボーイにまで遡り、高校卒業したばかりの北山を射程のように可愛がり、以降はプライベートでも交友を深めてきた兄弟のような中。ラジオ番組でももし何かあったら何でも言ってきてください。 すぐに飛んで行きますと、タッキーへのテコの言葉を述べていた北山だけに、飛べ合流はその約束を果たす時が来たということなのでしょう。前でジャニーズ担当記者、元よりタッキー派だったようで、ちゃ。